今回は銀のさじのゴミを楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。このゴミめっちゃ使えるな。でもやっぱゴミだな。働くうんこ。履歴書に書けない特技が多すぎる男。前が見えねえにされて、その後まるまる1話くらいその状態が続いたんだっけ。俺たちのピザどうだったとか、コスト面の問題とか、真面目な話してる中であれはちょっと笑ってしまったわ。少し離れてみる分には楽しそうっと。人権を奪ってプライバシーをゼロにして監視付きで使うならめちゃくちゃ言うよ。ガキクよりガキクだ。さて、何の売上金でしょうか。周りになんでそんなに能力高いのに就職できないんだとか、そんだけ資格取りまくれるなら社長してない方が儲かるんじゃないのって言われてるほどだから、能力は高いんだよなこの人。親族と仲が悪いのはしょうがねえかって思える人。さすがに知恵も金も出さないくせにテレビ出演とかした時だけ口出ししてくるようなやつらじゃ嫌いになるのも当然としかならんよね。社長やるって言った時も夢見てんじゃねえクズみたいな視線送っといて、これはひどすぎるわ。有能か無能かで言えば有能、有益か無益かで言えば有益、有害か無害かで言えばギリギリ有害。でもこの時以外には社長辞めろレベルの事態は起こしてないんだよな。移動式ピザ窯とかで収入増えてるしは、知見にこうすれば父親に認めてもらえるだろって知恵出したり、テレビ出演とかやってくれてたりと、有能な場面は本当に数多く描写されてるし、サンデーウェブリで全話24時間ごとに回復する無料チケットで見れるから、気になるなら見てくれ。銀のさじはマジで名作だぞ。資格持ってます。タス10、農家としての技術力はあります。タス10、土木家だったので大半の農機具使いこなせます。タス10、コミュニケーションが企業で一番大切だと理解して率先して行動します。タス10、目の性格がちょっと歪んでます。30、有能要素を3つも打ち消すな。ただ8件には間違いなく必要なタイプの人材だから困るんだよね。会社の金を競馬で増減されていたと機械系でどう記録すればいいんだろう。当てはまりそうな科目自体は思いつかなくもないが、計上したくねえ。手作りのクオリティがちょっとおかしい。まさかメインキャラになるとは思ってなかった先輩。総合的に見ればプラスだが、ところどころのマイナスで殴られても文句言えないやつ。タスクを浴び振ると多少おとなしくなるのが逆に厄介。それすら無視する無能なら捨てられるのに、マイナス面あれと有能だから学生企業には捨てがたい人材。犬小屋作ってた時が一番輝いてたを否定できない。読み返すと割と擁護できない程度にはクソカスなんだけど、いい人ではある。同時にすごく悪い先輩。まあやらかした時はちゃんと周りに占められてるからね。会社は893がスポンサーになったので、向こうで損害出すような真似したら埋められそうだし、総合して有用なのでマイナス起こすたびに日頃の鬱憤晴らしも兼ねてボコっておくと、ストレスもあまりたまらず良い思い出だけが残って快適かもしれない。しれっと移動式石窯の作成と売り込みをやったり、黒豚の有識聞き込みとリサーチやったり、優秀なのは間違いない。でもカス加点も多いが減点も多い人って感じだな。点数の方式によって好き嫌いが分かれる。加点方式でやると有能、減点方式でやるとカス。トータルで見てもまあ有能なんだよな。いつの間にか南九郎さんから条件付きトライエ馬を譲ってもらえるくらいに親しくなったのはすごい。しかも条件達成は自分じゃなくて働き方改革により負担ねえとら恐れ入った。70点と80点が同居してる。資格取っといた、申請もしといたとか、余裕とやるべきことがあるときは有能や探れてるとくる。この人生実家能力が高いからチャランポランでもどうにかなってたんだろうな。そしてその行き着いた果てが本店なんだろうなと容易に想像できるぐらいに有能かつダメ人間。少しのマイナスぐらいちゃちゃっと頑張ればいくらでも取り戻せそうな感じがあれだわ。そういう感覚だから周り巻き込んでも平然としてられるんだろうな。全巻持ってるけど忘れた。忘れ川どんなシーンだっけ。馬術部元部長なのは覚えてる。確か会社商売の一環でピザを競馬場で出店出して販売した時じゃなかったっけ。売上が赤字で逆転のために全額ぶっぱした。勝ったからまだあれだけど、負けてたらと思うと恐ろしい。めちゃくちゃ関わりたいんだけど、めちゃくちゃ関わりたくはない人。
有能な上にちゃんとしてれば割とイケメンというなぜゴミに天は二物を与えたのか。まあちゃんとしてることがほとんどないからバランスは取れてる。良くも悪くも身内にするとすごい人だよ。恐ろしいのは現実にこれより年上でこの考えの人がいることなんだよな。嘘だと言ってくれよ。普段は冷静沈着で温厚なのに勝負所で明らかに間違った方向に突っ走っていく。普段の行いが良いから止められねえんだ。損失をギャンブルでなんとかする意地を封筒が。その FX 全資産の顛末を考えるとむしろこの馬券は当たらなかった方が今後のためだったよねってなる。完全に管理してくれる人がいるなら有能部分だけ残るからお得だと思う。なお管理する側のストレスは考慮しないものとする。有名な住友商事のミスター 5% も若くて上や周りに人がいるうちはむしろ超絶有能トレーダーだったらしいからな。非鉄金属部長に上り詰めて監視役がいなくなってから世界的案件をやらかした。監視してないとダメな人間っているらしい。年食ってって背負うものがでかくなったところで管理役が離れるか変わって手綱が緩むかける本人の勘が鈍る。で結果往来がつかないやらかしをしそうな怖さはある。なんとかなってきた経験が傷をさらにでかくするんだ。何もさせないでいるとなんかしでかすから信頼はみじんもできないんだけど、なんかやらせたらきちんとやる、なんかあってもきちんと対応できる、なんかやらかしても自分で尻拭けるで信頼はある。スレガの馬券も外してたら自分でなんとか帳尻合わせたんだろうなぁとは思う。ポケモンのカキツバタとかに近い気がする。あっちの方がもう少し真面目だけど。近い要素もわからなければ向こうの方が真面目な要素もわからないな。なんというか割と有能なのとそれはそれで素行の悪さと性格で微妙に慕いづらいところが。カキツバタは大川先輩と比べてマイナスは少ないけどプラスになる要素がほとんどなくない？大川先輩はスレでも言われてる通り100と90、110が同居してる感じだけど、カキツバタは0と50くらいな気がする。作品内でも特に有能なんだよな。小野郎、発見と見かけの交際の邪魔してたりするけど、それがちゃんとプラスになってる部分がある。山芋のバイトとか、のがなんとも。あの温厚でめったに怒らない八軒がこいつ引き殺してと思わしたくるが、プラ構えが違う。銀のサジってコミカルな青春でごまかしてるけど、割と解像度の高いダメ人間がバラエティ豊かに揃ってるよな。